始まりました、オウムチャンネル。今回も先週に引き続き、期間限定でコラボさせていただいております。ラウンドワンさんからお送りさせていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回はスポッチャ3番チャレンジです。ほう、スポッチャ。スポッチャ懐かしい。もうね、何年ぶりって感じやけどね。まあ別に地元にラウンドワンはなかったんで。なかった、なんで懐かしいって言ってみます。なんかちょっと地元にある感じ出してたけど。田舎すぎて。確かに。まあ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 、4人でね、全員でミッションクリアを目指して3つのアトラクションに挑戦していこうと。1種目目はバスケ、フリースローチャレンジでございます。なんかオウムちょっとバスケ多ない？多いね。球技率高いね。球技率高いよね。バスケでいうとこの前ちょっとここは、うん、あのスラムダンクの方が、あ、そう言ってたね。ついにシューターを連れていきます。はいはい、フミはもう3回見てます。確かに。まず1回目本田君と行きます、はいはい、そうですね。2回目1人に行く。3回目シュート。本当にガチ勢だもんな。次勝ってるんだから、はい。でもだから、ね、俺と一緒に。お前4回行けるの？いいや。映画だから。優しいな。ちょっとミッションを説明しますと、はいはい、あの4人連続でフリースローを決めるまで帰れません。決めれ。ちょっとじゃあ早速やっていきたいんですけど、はいはい、順番決めからしていきますか。これ大事よ。そうよ、うん、どうする？まあ、バスケ経験者はでも勝っちゃうんでしょ。まあまあ、でどうなの、その勝っちゃう自信あるの？フリースロー俺どこでもいいよ。おお、どこでもいい。もうじゃ あ最後で綺麗に決めちゃう。もうそうしよう、そうしよう。じゃあ俺3番目いこうかな。いや一応不安要素だから、逆にシューター決まったら決まるみたいな。うう、うん、こういく逆に。ああそういうこと、ね、うん、俺不安要素なの？不安要素さらっと言われてるけど。逆にそこはスッと行くとこじゃなかった？あ、今の。あ、そうだ、俺は1番なの。そうだよ。いきましょう。じゃあいい？いいっすよ。オーブ3番チャレンジお願いします。え、行こう。行こう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。やばいって。なんて言うのそれは。むずい。こんな早く泣きの1回使う。なんて言うのそれは。みんなが、あ、そうか、まずはごめんなさい。そうだな、まずはごめんなさい、うん。泣きの1回やりますか。早っ。こんなすぐ使うとは。ハイペースでいくやん。え、でも、え、むずいの。まあ、順番はどうする？じゃあ泣きの1回やるとして、泣きのもう最後の1回だったら俺4番目いこうかな、うん。あ、じゃあそのままこう。じゃあもう逆でかっちゃんから。あ、じゃあ行くか。もうかっちゃんがパンって決めて、うん、俺で感動を。あ、いいね、最後のいいね。行きましょう。行こう行こう。じゃあだから桜木が最後決めるみたいな感じでしょ。そうみたいな、みたいなね。なるほどね。じゃあかっちゃん行きますか。行こうか。さあ、それでは勝成くんの挑戦です。どうぞ。はい、お疲れした。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 はい、次行きましょう。お疲れした。行きましょう。お疲れした。お疲れした。行こう行こう行こう。スポッチャー、おもろいな。え、バッティングセンター行かね。バッティングセンター。メンバーストップ。バッティング行くわ。メンバーストップ。マイク外します。メンバーストップ。マイク外します。これカットするんで大丈夫です。ない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 。バスケ経験者だよね。これカットするんで。ないです、ないです。え、一回次じゃあ本田か俺から行ってみる。あ、行ってみよう行ってみよう。うん、あのそんなさらっと次あると思ったけど。もう食らってるよ、その泣きの1回。もう泣きは何回、何回でも泣けっから。まあ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 、でもこうやったこうなった今正解がどっちでやればいいのか分かんなくなってきた。確かにな。でもやっぱりやっぱ 20代の男はやっぱさっと決めたのかっこいいね。でももうこれほら見て入り込んでる。もうキレッキレだもん。うまいね。あ、いける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 。オッケー、同じ髪色。オッケー。それでは本田くんの挑戦です。どうぞ。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。え、なに？マイクは…マイク外して大丈夫？ねえ、やばくない？違う違う。みんなどうしたの？ちょっと、あれじゃない？あ、寒くて手かじったと思ったの？一回、ちょっと行く俺。一回だから、一回その、誰スタートやったんかっていう話よ。だから結局は。一回ちょっとスタートなしで、一回ちょっとごめんなさい。そう。入った人からスタートでしょ？一回もうちょっと、もう…それでは、ふみやくんのチャレンジです。どうぞ。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。もう4回泣いてもらった。4回泣いてもらったから。
3x3 のね、はい、大会の方に僕たち、そうですね、見学しに行った時に、なんか途中でね、ちびっ子たちのフリースロー対決みたいな、ありましたね、オーブ全員外しました、はい、フリースロー実は苦手なんですか。ありがとうございます、もうやばいね、はい、それでは、次のオーブチャンネルでお会いしましょう。以上、オーブでした。じゃないよ、ちょっと待って待って待って、やばくない？一回決めようか。じゃあちょっと待って、ガチで行こう、ガチで行こう。誰かがやって、もう入ったら続けてください。オーケー、行こう、ガチで行こう。俺いじられる気満々だったけどね。そのお前みたいな。そう、年の順で行こうよ。あ、いいよ、いい、俺絶対もう決めれる。分かった、俺本当に、本当にね。で、今ちょっと吉本やってたよな、だから。そういうことね。そうそうそう、吉本やってたんや。ほら見てこれ。でもさっき一番箸にも棒にもだって言ったの。まず当たってなかった。手前でストーンって言ったけど。あれはなんかそっちかな。そうだよね。ちゃんと吉本やってんだから。じゃあ本当に。はい。行きます。本当にね。これもうガチ。はい。はい。それではお願いします。オーケーオーケーオーケー。いいいい、行こう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 。すごいね。あ、本当にボケだった。で、かっちゃん行こう。はいはい、行こう。そうだ、こんな近かった。いいね。ええ、ちょっと待ってよ、それ。ちょっと待って、やばっ。こんな普通のフリースローに近いんだから。お願いします。はい、OK。まあ、見てください。まあ、こんなが。裏切ったな、お前。いや、そら、裏切ったわ。最後、いけよ。そう。いや、1本目で行ってもったら尺どうなんねん。そう。番組に盛り上がりにかけるやん。そうだ。楽しかった、さっき。俺、さっき楽しかったわ。でも、シュータ。あそこに入れるだけだから。そう。うーわ、マジか。みんな騙してたんかい。うーわ、マッチで緊張するんだけど。はい、それでは、オーブ4本目、これを決めればクリアになります。はい。浦野秀太さんの挑戦です。どうぞ。お前今のあ情けないって最悪だ。あがおもろ。リリースした瞬間分かったもん。なもうだ。強すぎた。戻ってきたもんな。今自分の元にな。戻ってきた。なリバウンドしてたもんね、そうそう、自分で。うわー悔しい。えこれこそでも。え本当まあこれが。わざとやってたあれ。だから準備運動でしょ。準備運動だよね。まだ第一番勝負だもん。三個あるうちの。次行こうよ。次行こうよ。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お願いシュータ決めろよ。やばい、今入りそうだった。今入った、また入りそうだった。やっちゃ来たはい、2つ目のチャレンジはこちら、だるまさんが転んだです。もうだるまさんが転んだもここまで来たんやな。ここまで来たよ、もう人がこうやるのは終わったんや。そうね。こちらのラウンド1で、新しいゲーム、でも見たことない。俺が学生の時に行った時はこういうのなかったです。なかった、ないね。そうそうそう、だからこれをちょっと早速やっていこうと思うんです。平安時代とかの人もびっくりだろうね。いやもう割とかと一緒にやってたじゃん、多分だるまさんが。そうだね、確かにそうだね。ゲームになってんだもん、だってすごいよ、すごいよ。怖いね、だって。じゃあちょっとやっていきましょうか。はい、グッとパーで分かれましょう、分かれましょう。おお、じゃあ最初いきます。いいっすよ。緊張するよ。これでかいな。怖い。子供は泣くよね。え、あの目がちょっと四拍眼になるとき、 あれ怖い。うわ、四拍眼っていう、四拍眼っていう。へえ、上手やない。本田くん動きすぎたんじゃない。やったか。やった、やったわ。本田くんは退場になります。お、上手だね。フニア、うまい。猫みたいに。うわすごい。やると思った。すげえ。本田くんはちょっと悲しげな表情を浮かべておりますけども、あのライトアップもいい感じに、その寂しそうなのかっこいい。かっこいいな。振り返りかっこいい。さあ、退場してください。すいません、あのもう歯医者とか早く、一番早く歯医者はもう大丈夫なんで、はい、もう取れてるんで。よしよしよし、取れてます、もう、うん、俺あの肉眼で見た限りは止まってたよね。あいつの気分次第だ。あいつの気分次第なの。あいつの気分次第かもしれない。感情あるように見えないけどね、あれは。
頑張ってみてください。はい、行ってみてください。はい、それ以上赤いラインが低いは低い。確かに背が高いから、背が高いから関係ねえよみんな低いだった。あ、でも緊張するわ。え、行け、頑張れ。あ、間違えた。おー、危ない。え、あー、はい、はい、いやいや、動いてないから。動いてないよな。いや、でも頑張れ、勝つ。え、止まってるね。シュータもう終わってるよ、シュータは。もう無理だな。うまっうまっ。何なんその動き。うまいうまい、何だよ、アクロバティックに。うまいうまいうまい、アクロバティックに。いいじゃん。あれ、そんなそんなキャラだった。昨日007見てきてよかったわあ、イメージがついてた。昨日見てきたよ。よかったよ。え、こんな俊敏なキャラだっけこの人確かになんかこんなだっけでもかっこよかった。かっこよかったけど、なんかでもまあその裏話言うとちょっと結構痛いし。いやでもよかった、でもかっこよかった、かっこよかった、はい、いや楽しいよ、楽しい、楽しかった、うん、なんかあ、歯医者の本田裏の。あ、それもあるんや。あ、これ見たいんかさあ、敗者決定戦やんなくていいけど。いやいや、オーブはね、弱い方決めんのよ。あ、入場されちゃった。入場頑張りましょう、頑張りましょう。さあ、もう僕らはね、助かってる。そうですね、はい、もうオーブ脱退をかけただるまさんが転んだ。様子見るときも大事よな。あるからね。ないや、え、様子見すぎやって。探りすぎじゃない。ちょっと、ね、まだインしてないやん。お前はさ、え、お前は何してんの。あと30秒しかないって。これ時間あるからね、お前。いけいけ。なんかまっすぐすぎない。インミオブジョイトイさんね。いやいやいや、これ数数でないよ。あと10秒だよ、お前。おお、いけるいけるよ。え、あと5秒だよ。え、いけるいける、頑張れ。あ、何してんだよ。オッケー。ちょっと初め時間食いすぎたな。初め時間取りすぎたね。な、よく見ついたな。もうなんかでも俺一歩も歩いてないのが悔しいわ。もう本田くんは見てて、見てる、ずっと見てんだよ。そう。じゃあもうそろそろほんまにいけんじゃない。さすがにね、3回もう練習してるから。最初は様子見た方がいいの。まあまあまあ、分かった分かった、でも分かった、時間あるからな。でも様子見すぎて死んでるからな。なんかああいうおじいちゃんのキャラいたよな。ああいうおじいさん、ああいうおじいさんいるいるいる、いたいた。おおお、ゲームマスターみたいな。おお成長しすぎじゃない。いいね、いいよ。おお。まあでも3回目ですから。いや、まあ3回目だ。あの顔見て。じゃあじゃあ、めっちゃかっこつけてるけど3回目なんよ。あの人あいつらは。じゃあじゃあじゃあちょっと戻ってきて。3回目なのよ。2人、ちょっと戻ってきてください。それ大丈夫、もう大丈夫。何、いいから戻ってきて。何、戻ってきて。お前らクリアした。全然悔しくないし全員クリア。間の2回ちゃんと使ってるんで。ちゃんと使ってるんで。何あの3回目のパフォーマンスじゃなかったですよ、最後。もう俺の007見た。見た、すごかったけど、あれ1回目やったらちょっと頭ぶって痛いから。いや、みんな痛いんかい。ちょっとカツナリの見てやりたくなってる。そのアクロバティック
転んだ。楽しかったですか？楽しかった。楽しかったね。もう超楽しいね。これ小さい子でもできそうやね。できそうやね。ね、だるまさんが転んだ。うん、確かに。まあオーブはみんな1回でクリアしましたけど、あなたは何回でクリアできますか？できますか？3回ぐらいしか喋ってない。さっきから。さっきからね。うん、そろそろ次の種目、はい、行きましょう。行きましょうか。行きましょう。はい。3種目目はこちら、しりとりバレーボールです。うわリベンジだ、リベンジ。しりとりバレーどう経験してるやん。覚えてる、覚えてるよ。あの時も言ったけど、別に誰もバレーやったことないのに、そこにさらにプラスされるからさ、むずいよな。知らない方はちょっとオーブの YouTube チャンネルで見てください。一回やってますので。そう、うまなってんやない。だからいや、そう、俺とカズなんかあのバレー大会で始球式やってるから。始球式やったよね。ジャンプサーブしましたから僕らは。あれすごいプロからもなんかすごいって言われてたよね。誰もやったことないらしいです、始球式で。あ、そうなんだ。しりとりがおで始まって、うん、うを経由してぶに。ちょっとしりとりが下手なのが何名かいるんだよね。下手、挙手していい、うん、挙手していいっていうか、もう俺なんやけど下手だね。なんか俺下手ないよ。俺もなんか俺も危ないのよ。そのシーモネーターの方を前回言ってしまってででん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 で。じゃあさ、シュータと俺、フミヤと本田くんでグッパする。そうしようか、グッとパーで分かれましょう。グッと分かれましょう。分かれましょう。せーので、グー。前と一緒なんか。前と一緒なんか。はい、じゃあやっていきましょう。はい、お願いします。お願いします。オーブ、しりとりバレー始めたいと思います。いきます。はい。大掃除人生インコ。やばいね、浮かない。ごめん、ちょっと待って。誰今のはもう俺無理だわ。無理、さすがに。なんで深いからってこと？人生、違えわ、ちげえよ。あ、どんだろうと。こっち来た時に人生、イが飛んでくんのよ。人生員だったやつだ。そうだね、もう人生で言ってほしい。人生で人生考える意味ないから。おからね。人生になっちゃった。いきますよ。おにぎり、リンゴ、ゴリラ、ラッパ、パセリ。この今回から入ったこのネットの弊害。ネット、そうね。あ、前回だったら OK だったから。OK だよ。もうこのまま俺足で迎えに行ってたもん。こう。行きます。大阪。カニ。あ、やばい。あれ？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 もしかしてしりとり下手組？大きな空。ラッパ。パンツ。積み木。楽しいな、楽しい。なんか無理だからこれ普通に。もう楽しいな。え、絶対いけるバドミントンにしようよ。絶対バドミントンだよ。はい、もう変える。種目変え急遽ちょっと種目を変えまして、バレー、しりとりバレーがちょっとね成立しなかったです。はい、でもね、なんかバレーがあんまオーブ、あのね、上手じゃなかったから急遽ちょっとバミトントンの方でちょっとやっていきたいと思います。はい、やっていきましょう。だからしりとりバドミントン、はい、ルールは一緒ね。一人プロがいるんで、はい、プロ今回参戦してます。はい、はい、じゃあいきます。はい、ルール一緒ね。はい、いきます。おじや、焼きそば、バカ、カエル、ルビー、イカー。でもなんかさっきよりしりとりバレーよりもなんかマジで楽。はい、じゃあいきます。オイスターソース、スイカ。お前さあ、お前テントリに行っとんねん。お前テントリに行っとんねん。しゃ、こんなスライディングさせんといて。お前その、いった、プロのやつ。プロのやつやってんのよ。しりとり苦手だな、オーブは。おにぎり、リンゴ、ゴリラ、ラッパ。ちょ、待って、ミスター。次、キリン。おー、終わったよ。ちょっと待って、なんだっけ。いや、何やったっけ。もう何やったっけ。何だち。もう無理。記憶力、あーもう無理、もう無理。記憶力バドミントンだっけ、これ。もうラリーというよりかは、もう終わるか、もう1点先取で終わろう。あ、1点先取でいいのもん。いいよ、もう1点先取で。試合しよう。再度、ルール変更します。
バドミントン一点選手あのシンプルに試合ですすいませんしりとり好きの皆様本当にすいませんすいませんでしたしりとり界隈のしりとり界隈の本当ごめんなさいなくなりましたルールからすいませんじゃあ行きますじゃあ後ろから行きます行きます一点選手お前ですよ。おお。シャー。シャー。オッケー。思ったより飛ぶねんて。三点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 選手。三点選手行きましょうか。三点選手一緒。行くよ。勝つ。お前もう俺もう後ろ行くからお前前行っていい。オッケー。オッケー。オッケー。俺。よっしゃー生きた焦らなくて大丈夫焦らなくて落ち着こう焦らなくてあともうスポーツするときなんかしりとりしようとしてるドマがなんか、ね、静かな寂しくなっちゃう寂しくなるはい俺行くはいはいはい今光り声が熱いまた行け行けうわーアウトーアウトーダメなんだよあれアウトだなあれはダメなんだよ行くよ行きますラスト一ついけるはい本田君本田君シュータあーじゃあ 2-2 か今行きます本田君シュータ勝った入れうそーどっちどっちどっち審議審議審議待って今三笘の1ミリあ佐野の1ミリ佐野の1ミリあさあえこれ最初何だったっけ最初は何ならバレーボールしりとりバレーボールしりとりバレーだっけ今の今、はい、普通にバドミントンやったやつ、はい、ありがとうございました最初ありがとうございました始めましょうかちょっとさあ3番目のしりとりバレーあ違うバドミントンそうねお前ごめんなさいごめんなさい変わっちゃったからね途中でシリコンバレーシリコンバレーじゃないですけどもあのバドミントンがはい終わりましたはい拍手かどうかも分からんけどなあとしりとりすら最後しないそうバドミントンです普通にバドミントンだけしてバドミントン3点、はい、3点選手みたいな選手でやりましたねやりましたけどもで今のがバドミントンが終わって 3個終わったじゃん、うん、あの3種目目のあのルール変更においてなんか罰ゲームに決まったらしいですけどまあ意義なし逆転、まあ、逆転裁判だとしたらもう、だからもう意義なし罰ゲームはケツバットですはいもう受け入れますえ、ここのスタッフさんは罰ゲームケツバットしか知らないんですよ、はい、昭和世代が多いんで、はい、あの今令和なんですよねあんまり多分人を傷つけるようなことはしない時代だと思うんですけどご褒美法ご褒美バットが変わったけど、はい、確かに前回のじゃあやっていきます、はい、じゃあいきますかじゃあこのチーム同士でやるかあ、OK、うん、チーム同士ねこれ硬いやつじゃんそうなのよ え俺から緊張するって緊張するしじゃあ最初勝つくんからいい、はい、え行くとき、痛っおぉー痛っそー行くとき言っての途中で行くから今全スポッチャしてる人が今見たもん何の競技かって今この音こねえ痛いってそら見てすみませんごめんなさいこれ寄ってもらっていいですか次どうするじゃあ俺がもらうか俺は本田くん行きますよすごい音鳴ったよ何の競技ってなってるよこれよしこの音何ってなってるってスケベうわすごい絵がどっか行った入りました中入ってますここにあります中に入ってます中入っちゃったお願いしますもうやだよこれ取んないでよ俺こんなことをするためにこの職業になったわけじゃないのにいやこのごめんなさいでなんか潰しちゃって潰しちゃった次いいよあちゃんと感覚研ぎ澄ませるためにないきますいろんな人見てるよああ痛いお尻の下痛いよっしゃいきます行くとき言ってな頼むよ行くとき言ってな分かった言う言う言う絶対に言ってな分かりました言います行きますオッケー頑張りますああうわいい音いい音したなしかもそれぞれ違う折り方してんねんけどこのねコメントにもうケツバットやるなよっていう、うん、コメントが溢れることそう願ってます、はい、お願いします、はい、お願いします皆様のこのねコメントに僕らがこの
ね、こういうものを受けるか受けないかっていうの今後とも変わってくるとは思います。はい、マニフェストだからもうしたくありません。罰ゲームの鉄バット撤廃か、はい、はい、一つはもうご褒美がね今後増えればいいなと思います。はい、ラウンド 1× オーブ、期間限定でやっておりますので、はい、皆さんぜひラウンド1あの足を運んで遊びに行ってみてください。はい、それではこれからも、オーブとラウンド1よろしくお願いします。以上オーブでした。みんなケツバットしたらあかんで。記念すべき最後の回はデカ盛りオムライスにチャレンジ。デカ盛りオムライス。うわー、いけるかもな。卵ふわふわすぎない。うわ、うまっ、うまっ、うまっ、